はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます、えー。今日のバスケの大学のテーマは、フリースローでリバウンドを取るコツというテーマのお話をさせていただきます。えー、フリースローのリバウンドってね、結構見落とされがちで、意外と指導する方が少ないんですよね。でも これ実は、ですね、あのー、どこにこう立つかどう取るかっていうのが結構重要でコツがあるんで、えー、それについてお話をしたいと思いますディフェンスリバウンドの取り方それからオフェンスリバウンドの取り方両方解説しますので、えー、今までねフリースローのリバウンドって特に取り上げて練習したことないなと、えー、特に教えたことないな考えたことなかったなっていう人はぜひ最後までご視聴ください、えー、では1つ目ディフェンスリバウンドの話ですけれどが、まあ、フリースローの時ってこうなりますよね え3番の子がシューターとなったら、味方の1番、2番が真ん中に入って、そして、一番内側に×の1、×の2、もう1人×の3ということで、3対3のリバウンドポジションになります。これですね、どこに立つのかっていうところがすごい重要なんですけど、まずちょっとこの動画見てみてください。はい。えっと、ここの、この子、この子に注目していただければというふうに思うんですけども、 はい、ちょっとこれね、えーと、滑ったような形であの赤いパンツの子に入られちゃってますけど、リバウンドの1歩目、どうでしょうか、こういう入り方していただきたいんですね、えー、逆側のこっちの、逆側の白いシャツの子も同じなんですけど、この立ち位置、足の出し方を教えていくってことがすごい大事です。 でどこに立つかっていうと、ですねこれ図で書けるかな、えーと、ここのこの話なんですけど、真ん中に立っちゃいけないんですよ。うんえーまあ、言葉で言うと、ですね相手寄りに足を揃えてて足足を前後ににして立つと相手寄りに足を揃えて足を前後にして立つっていうことになるんですね。えー、とちょっとこういう図で書いた方がいいかな、真っ白いところに書きましょう。大 系がこうあってエンドラインがあってまあ立ち位置がこうあるとしますよねでここのディフェンスリバウンドオフェンスリバウンドまあシュートここねで、この時にこの幅があるじゃないですかこの幅がねこの幅の中でなんとなく真ん中に立つのがダメなんですよ そうじゃなくて、この相手側のこのぎりぎりのところに立つんですね。わかりますかそうしないと一歩遅れるんですよ。まあ要は、ここに立ったら遅れますよね。これリバウンドこう入ってくるんで、リ,リングここです。これリバウンドこう入ってくるんで、ここ立ったら、そりゃ遅れますよね。だからそうじゃなくて、ここぎりぎりに立って、最初の一歩目をすっとこう出すと。 いう風にしなきゃいけないですね。<laughs> で、一本目を出すために、足を揃えといて、ここだったら左足、右足って揃えといて、この右足をスッと出すということですね。で、出しやすいように足をちょっと前後にしとくという、そういう感じになります。だから、この立ち位置がですね、非常に重要で、えー、その辺をちょっと見てみてください。だから、これ、わかりますかねこの真ん中よりもやっぱこ、こっち側に寄ってますよね。 で足はまあ前後っていうかこう並んでいるような感じですけど、この左足を出すことに集中しているというふうに考えていただくとお分かりいただけるかと思います。そういう感じですね。でこのポイントをやるだけで、ですね随分とあのー、意識が変わるんで、真ん中に立つなよと。相手よりにギリギリに立って足を出すんだぞっていうところをやっていただけると。うん あのお分かりになるかなと思います。とにかくここの,この1本目、ここを出すことに集中させると、頭を使わせるということですね、はい。これがディフェンスリバウンドの取り方になります。えー、続いて、オフェンスリバウンドは全く違う話なんですけども、要はですね、えーまあ、これ、キーワードとしては交差するということなんですね、えー。どういうことかっていうと、もう一回これでいきます。今度、オフェンスの話です。これこ,こでシュートを打たれました。したら1番の子は こう直線に行きたくなりますよね。当たり前ですけど。<laughs> だけど、今の話で行くと、これ、こうきますよね。だから、前、行けないじゃないですか。だけど、無理くり前行こうとするから、ボックスアウトされるわけで、ボックスアウトをされに、こう足を出すんだったら、早い話がですね、こう行けばいいんですよね。っていうことです。 直線に行こうとするからぶつかるわけで、この壁をぐるっと越えればいいんですね。要するに、目指すところが、こっからここじゃなくて、この人と入れ替わるつもりで行きましょうって話です。わかりますかそういうふうにすると、ボックスアウトをスルイと抜けていけるということなんですよね。こういう感じです。うん。あの、あるコーチはですね、この1番は、 2番にスクリーンに行くつもりで行きなさいと。スクリーンするわけじゃないんですけど、こっちにスクリーンするつもりで行きなさいと。まあ、実際にこれスクリーンしてね、このシューターとかが飛び込んでいくっていう方法もあるんですけど、えー、まあそういうつもりで交差していくといいですよと。そうするとオベンスリバウンドすごく取りやすくなります。でもう1個の,あのメリットとしては、これ、ミドル側に入るっていうことができるんですね。えー、これ、前回の動画でも実はお伝えしたんですが、 リバウンドをですねこのミドル側に入ったらもし、これリバウンドこの子に取られてもですねこの辺にいますから邪魔になるんで速攻が出されにくいんですよ。このままここ,こ,こディフェンスいますからただこれをですね逆にもしねリバウンドこっち側から入っちゃってこういっちゃってリバウンド取られたらこれも誰も守れないですよね。これれそのままだーっといかれまーとかす パスもポーンと出されますだから、よっぽどの確証がない限りは、オフェンスリバウンドはミドル側から入んなきゃいけないですね、エンドライン側切っていっちゃいけないんですよ。で、<laughs> フリースローの場面に話を戻すと、交差をしないで、普通にここでですね、リバウンドに直線に行こうとします、スクリーンアウトされました、いけないってなると、こっち側行くっていうことに、よやりがちなんですよ。 そうするとさっき言ったように、取られちゃったときに絶対逆速攻になるんで、ただこの交差しましょうって最初から言っとくと、ね、最初から言っとくと、絶対ミドル入りますよね。絶対ミドル入るじゃないですか。っていうふうにすると、取られた後も速攻は出されにくいということになるので、こういうメリットもありますから、必ず交差していくっていうことをお勧めしたいと思います。はい、オフェンスリバウンドの取り方は、ディフェンスがリバウンドに来るのを、 避けるよよううううな形ででで逆側を目指してていいいいいくといいですすっていうそういうお話です、えー、非常に細かいねマニアックな話ですけどやっぱりこの辺をですね言ってあげるだけで全然違うのかなと思うので、えー、チームではこんなことを時折言ってあげるといいのかなというお話です、えー、まとめていきましょう、えー、とディフェンスリバウンドを取るときは真ん中立っちゃダメ 相手寄りに行って足を揃えておいてすっとこう出せるようにね一歩出せるように足を前後にしときましょうという話でオフェンスは交差をしていく、ね、交差をしていって壁をすり抜けていってこうギュッと入っていくそうするとミドル側に入れるんで逆速攻も出されにくいですよというお話です。 はい、ありがとうございました。ということでですね、えー、とバスケの大学では指導者の方に向けて、えー、悩み解決になるようなそういったお話をさせていただいております。私自身ね、えー、日々勉強してるんですけど、えー、10年前の自分に聞かせてあげたいなと思うような話を厳選して、えー、自分の実体験を交えてお伝えしておりますので、えー、面白かった、興味がおれたという方は、ぜひチャンネル登録をして、また次の動画でお会いしましょう、えー。火曜日と金曜日、夜6時にアップしてますので、えー、ぜひ次の動画を楽しみにしていてください。 最後に下の説明欄をクリックしていただきますといろんなリンクがあります、えー。ぜひおすすめしたいのが2つ。1つ目はメルマガですね。こちらは指導者の方に有益なコンテンツをメールでお届けしています。最初の1つ目で練習メニューの作り方という、ね、限定の動画も差し上げていますので、無料ですのでぜひお試しください。 それと、YouTube サブチャンネル、別チャンネルの方で、ラジオ局という音声だけのコンテンツ、これ毎日あげております。移動中とか作業中にですね、1.5倍速とかで聞き流してもらえると、バスケットの学びが日頃できるということで、おすすめでございます。ぜひバスケの大学、ラジオ局の方も覗いてみてください。はい、ということで本日はありがとうございました。三原学でした。それではまた。